はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回はグラフィティスマッシュというゲームをやっていきたいと思います。某なんとかサイトで、スプラトゥーンとモンストを掛け合わせたようなゲームがあると配信するよという、記事があったので、やってみたいと思います。まあ、キャラクターの絵とかはすごいいいですよね。なんか綺麗ですから、なんか僕は好きですけど、個人的には。はい、やっていきましょう。で、 PV とかちょっとちらっと、まあ、どうしてもインストールするときにスクリーンショットと同時に流れちゃうんですけど、あれちょっと見たら、そのモンストの画面まんまなんですよあのもうね、画面はモンストで、なんかその通った後に色がついていく感じで、それがなんか楽しいみたいなで、あ、ちょっとダウンロードがかかるんで、ちょっと待ちたいと思います。はい、もう終わりそうですね。はい。で、あ、しまった、これ。なんかやった？あ、違った、なんでもないです。すいません。画風でいきましょう。ゲームやるときいつもこれでもう決めてるんですよね。風型となんかその、かっこつけすぎみたいな。おい、画風大丈夫か？画風さん、しっかりしてください。誰でしょう。ストーリーどうしようか。あ、すごいですね。なんかここが気を引き締めていきましょう。アベルも私も全力でサポートします。お、結構アベルって人は見た目に反してすごい渋い子ですね。うん、ガフさん、なるほど。この子たちを操作していくと。了解まあこういう同じようなゲームは5万ってありますからね来た。よし、ハンター試験もそろそろ大詰めだ。そろそろ、これまでの復習を含めてあんたたちの実力を確かめさせてもらう。ハンター試験、落ち着いていこうぜ。これを、もう本当に、あ、ほら、あ、バウンドとかしないんだ。よし、うまく色、指示が出せたようだな。見てみろ、あんたたちが移動した地面の色が変わっている。お、本当だ。なんかクソ漏らしながら入ってみたいな、はい、この塗りは戦闘を有利に進めるためには欠かせない。よし、早速試してみるぞ。武器を装備しているハンターは塗りの上にいる状態で行動するウェポンアーツを発動する。ディルナンダが構えている武器でモンスターを攻撃してみろ。ターン開始時に塗りの上にハンターがいると装備中の武器に、あ、ウェポンアーツを発動するぞ。じゃあちょっとやってみましょうか。いい、あー、なるほど、そういうことか。あ、ほら今ユニットとユニットがぶつかりましたけどなんか出ましたね。お、味方ハンターに触れるとリングコンボ発動し、はい、ここら辺は本当、うん、銃は貫通タイプなので、なるほど。じゃあ行きましょう。これであいつを狙っていきましょうか。ほら、なんかこう多く塗った方がいいんでねはい、この塗りがどこまで影響してくるかだな、本当。はい、ここぞという時にハンタースキル発動。かわいい子のタップ。いけ。で、ゴー。なるほど。ドカーン。お、動くね、結構。かわいい、かわいい。いいね。敵もちゃんと動いたモーションがあるから。え、塗りには与えるダメージを高める効果がある。はい、今塗りは 100% になってるこんな状況ならないでしょ、普通。なるのいつでも行けます。もう一回やるの。よし、じゃあゴー。歯が検証の剣、歯が検証の剣、受けてみよう。ズサズズサ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 ー、はい、一撃。よくやった。うん、クリアです。こんなになることある？これで最初の試験は終了だ。よくやった、了解。うわ、背景の書き込みがすごい、これ。うん、気合えてますね。はい、ありがとうございます。やはりガンフはローダーの素質があるようだな。ありがとうございます。なんかハンターを指揮し潜在的な力を発揮させる。おう、いつも以上に動きたのはガンフの力だったのか。これからあんたたちにはこのバビルの外界である、わかんない、ちょっと難しいことは
起きたのでした、マスコットキャラ。今日からお供させていただくラビットと申します。はい、ありがとうございます。めんどくさいね今の揺れ。お、なるほど。それさ、もう、なんで俺たちに行かせるんだろうね。なんかそういう指揮官的な人がいて見本を見せてやるみたいなね。お、なになに、あ、演出も凝ってますね。お、だいぶもったいぶったな。うおー、来た、なんか来た。S 級危険種。へえ、 S 級危険種。うわ、こんなのもやってくんの。なにこれ、お金。 HP は回復できます。あ、なんかお菓子だった。じゃああれを取りましょう。えい、うおー、うん、なんか絵が見えますね、塗った後。なるほど、塗ることでいろいろ出てくると。はい、グラフィティ、うん、その地面を塗ってグラフィティを完成させてください。まあ絵を完成させるってことか。えい、おっと、完成できるかこれ。えい、お、でき、あー惜しい。あ、できたのね。完全ではなかったと思うけど、フィールドの模様を塗って完成させるとグラフィティを召喚できる。なるほど、じゃあ召喚。うわ、なにこれ、すげえ、おりゃー、うおー、これ気持ちいいね。うおー、すげえ。影に隠れちゃってるけど、お、逃げたぞ。あ、追い返すとかあるんだ。うん、そうか、 S 級だから相当強いんだろうね。はい、 S 級剣士だ。あ、そう、反対型ばかりで、うん、怖そうだ。よくわかんないから。あ、仲間にしたい。これはもちろん良いんですよ。あ、そうだ。はい、どうもお待ちしておりました。実はダーフさんのようでございまして、これは何かの運命、私たちのためにことです。これはこれで勉強です。あ、選ばれなかった人はこうなる。うん、マジュアルにシート書いてガチャと読む。はい、そこで、それはガチャなのかな。あ、でも背景とか綺麗ですね。割とすごい力入ってます。なんかほんとおしゃれな雰囲気で、ロードジュエルが不可欠、ありがとうございます。1回来い。激圧、激圧、あ、そういうことか。おお、激圧ってどういうこと。え、男じゃないこれ、ちょっと、おおおおおお、あー、かわいい。凄腕ハンター参戦。恩師は、まあいい、うん、我の暇つぶしになれば何でも構わんさ、うん、存分に遊んでやるぞ。これは暴露美さんじゃないか。さすが稲荷さん、なるほど。まあ星4ということで、まあ妥協レベルでしょうね。マスター、うん、仲間が増えても編成しないと意味ないですからね。うん、ここら辺のチュートリアルはもう皆さん散々見飽きてるでしょうから、飛ばしてもいいかもしれないですね。稲荷さん入れて、その調子です。はい、オッケーです。あー、武器とかあるんだ。これはちょっと楽しいかもね。こういうとこに付加価値を入れていくのはまあいいですよね。はい、うん、どうしようか、今回この辺で終わろうか。とりあえず最初のボーナスがもらえるまで頑張ってみます。それまでちょっとカットしようかな、どうしようかな。チュートリアルとか見飽きましたよね皆さん。僕はあんまりスマホゲームやらないんで、あの皆さんほどこういうことにやり慣れてない感じが出ちゃってますけどね。なるほど、ちょっとさっきは縛られてたんで、ここからはちょっと頑張ってみたいと思います。自分でねやりたいですよね、やっぱりその、あの筋書き通りにやるのは楽しくありませんから。稲荷さんはこれは左から3番目ですね。
気を引き締めていきましょう。いいね。これでどうです？擬音が出るとことか危なくない？ちょっといろいろ。まあ特許取ってないから大丈夫なんだろうけど。あ、しまった。これ面が変わるからどうなんでしょう。お。おお。バウンドするときに音が出ないな、ちょっと。力を見せねばな。あ、そのまま出てくんだ。なるほど。俺に任せときな。お、森久保さんかなこれ。おお、いいねいいねいいね。いいね、豪華声優陣。お、ホーミングか。この剣に誓って勝利。えいしゃー。あ、でもこれ 100% になりますね、普通に。さっきなるかなるかなるかって言ってたけど。ててててお、これもうグラフィティ出せますね。よし、このおじさん何も喋らないけど。大丈夫なの？よえー、まあこんなものだな。よえー、剣のあれぐる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 が強いですね。ぐる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 。お、なんかおじさんの功績みたいになってますけど。まあ最後に決めた方が前に来るという。ありがとう。うん、10連ガチャ回せないかな。おおおお、お待ちかね、お待ちかねの、はい、だお金じゃないのこれ。よーし、虹色の石は石。何これ、すべてか。10連回せないかな。10連回せない。960円ってすげえな。あ、ちょっと待て、これさ、もうガチの値段じゃん。960円、ダイレクトだな。500個もいるの？これじゃあちょっと10連の道は出て、これえ、マジ500個もいるの？これ基準がわからないからさ。うわ、15個ずつ、まあ、頑張れば集まりそうだけど、これすごい時間かかりそう。10連って頑張ってください皆さん。やりました。50個か。じゃあついでに最後にちょっと1個だけ回して終わりましょうかね。これはもしかしたら、おお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 、さすが、さすが初回。じゃあハンターガシャ、稲荷さん真ん中に立ってる分なんか結構いいポジションのキャラクターアップですね。じゃあせっかくなんでハンターガシャ回してみましょうか。うん、どうしようか、ハンターハロウィンにしようか。えい。激アツ、えい。このギミックは個人的に好きですね。なんか、おお、これ確定か。紫しか出ないけど、お、いっぱい出た。まとめて出てるから。お、いいですね。星2か、ちょっと残念。あまり頑張るのは好きじゃないですけど、これ星4とかじゃないとボイスが入らないとかいう設定。エレミア。お、うわぁ。すげえやる気なさそう。ウェスペルと言います。まあ見た目通りのキャラですね。お、あ、ちょっとスナイパー分かっこいいですね。うん。はい。頑張ってください。おおおおお、ちょっとあの、レアだと、レアだとちょっと演出が違うね、やっぱり。まだ飲み足りないよ。ちゃっちゃと終わらせて、パーッと打ち上げしようよ。揺れるね、いいね。お、かわいい。かわいいけど、ボイス入らないんだね。かわいそうに。はい、いいね、ご年配の方ですね。うん、はい。特に何の感想もないですね。はい、お、ちょっと気だるそうな感じ。うん、
ちょ最後ちょっと真ん中に立ってるからちょっと特別なの来てほしいな。星5。ああダメだ。まあ微妙なメンツそうではありますけどハンターガシャにこれ出てるやつだし、星4のやつということで今回はこの辺で終わりたいと思います。これフレンドとかあるかな、フレンド遠征所ちょ今んとこわかんないですけど、マルチとかあるね。うん、ぜひやってみてください。で背景とかもすごい綺麗なんで、で今も落ち着いてやれてるのはこの背景のおかげだと思いますし、まあボイスもフルボイスではないですけどちまちま入ってる感じなんで、ぜひやってみてください。まあモンスターに、あちょっと喋るなまあモンストにその一味加えたようなゲームがやりたいなって思ったらぜひやってみてください。僕もまあ久々様のモンストだったんで、まあちょっと楽しめましたね。はい、それではご視聴ありがとうございました。